春から3ヶ月連続で中田香菜、能條亜美、伊藤寧々がそれぞれ主演のホラー映画が公開されますが、皆さんが怖い、皆さんがこれが怖いのは私だけと思ってしまうものは何ですかということです。ホラー映画ってこと？ホラー映画とかは見たことないです。うん、なんかさ、マイチュンで見えそうだよね。え、見えない。マイチュンのキャラ設定おかしくなるじゃん。絶対これからおかしいの。おかしくなっちゃう。マイチュンが見えるキャラですって、もう23歳でやめてってなっちゃうから。そうかそうか。もうやめとこう。見えないです。見えない。キャラ設定やめとこう。そうかそうか。うん。ひな怖いものないもん。はい？怖いものない。ほんと？嘘つけよ。ない。マジでない。じゃ、ジェットコースターは？あー、ちょっと怖いかも。ほらー、今は早いよ。当たったやん。結構王道だし、しかもジェットコースター系ってマイナーじゃない。そうだね。怖い人多いからね。そうだね。マジかー。え、あれは空中ブランコは？あー、怖い。意外と多いよ。そうだね。この人意外と多いよ。怖いもの。そうだね。あんま考えてなかった、そういうのは。あれは暗くて狭いとこは、なんか、閉所恐怖症って言葉あれじゃん。は大丈夫。狭いとこ大好き。へえ、じゃあ、高所恐怖症逆に。は、まあ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 。まあまあ。まあまあ。中間ラインね。中間ライン。へえ、そうなんだ。じゃあ、一人の帰り道とか、夜の。あ、全然余裕。じゃ、ひなちゃんそういうのは平気なの？ひなちゃんですね。そういうのは平気なの？か弱いキャラだと思わせなきゃ。え？おもちゃん、ちょっと今の訂正しとこう。訂正しよう。めっちゃ暗闇で一人は怖いです。収まり悪い。